死内なるロックスミスおじい様。死ぬ前にノルドのふるさとを見たいと、おじい様が我が家を出てから、一週間が経とうとしています。おじい様のいない家は、まるで、日が途絶えた炉のようです。スカイリムには着きましたか？私はずっと心配しています。なんでも、スカイリムは今、我らが帝国軍と、ストームクロークという野人どもが、戦争をしているそうです。おじい様がその無益な戦争に、巻き込まれてしまわないか、とても心配なのです。早く帰ってきてくださいね。おじい様の好きな、トロールキャベツを、用意して待っています。そして、スカイリムに着いたら、必ずお手紙をくださいね。絶対ですよ。孫娘のアンネより。犯罪者じゃないし。っていうか、どこよここ。わしの首までは切らないよね。何も悪いことしてないもん。あ。若い時のあれは、いやいや、時効でしょう、時効。え、押さないでください。おりません、おりませーん。死ぬ前に少しは、気骨を見せてみろ。気骨はあるけど、気骨はねえよ。呼ばれたら処刑台に進むのよ。一人ずつね。処刑台。ジェット。リストが大好きだな。ウィンドヘルムの首長、ウルフリック・ストームクローク。ストームクローク？孫娘が言ってた野人か？野人の王が捕まったのか？帝国万歳。彼も野人の一味だったのか？ライクステッドのロキール。俺は反乱軍じゃない、やめてくれ。止まれ。まさか、しかし命までは取らないよな。他に逃げた者は？ゼロ。そこの前、前へ出ろ。え、わし何者なんだ。何者なんだ、ジェット。わしは帝国で最も優れた錠前師、ロックスミス家の当主、おじいろろくすみすぜ。隊長、どうします？こいつはリストで、いけよ。リストは関係ない、死んでもらうだけよ。は？ご命令通りに、隊長。ああ、なんだってこんなことに。こうなるとわかっていたら。うえ？ウルフリックストームクローク。なんせ？目の錯覚か？将軍閣下の下半身が地面に埋まっておられる。お前がこの戦争を引き起こし、スカイリムを混乱に陥れた。だがここに帝国がお前を倒し、平和を取り戻してやる。はう？将軍閣下の下半身のせいで、すっかり忘れておった。わしにはまだやることがあるんぜ。ここで死ぬわけにはいかんのぜ。しかし、逃げたら死ぬ。逃げなくても死ぬ。八方塞がりじゃあ。こうなったらもう、友人赤都市に祈るしか、神頼みしかできぬとは、本当に情けない。友人赤都市様、どうかお先短い老人の、最後の願いをお聞きください。やばいやばいやばい。あの姉ちゃん、わしを見てる。赤都主様、どうかお助けください。どうか、どうか、どうか。次の囚人と言ったはずよ。ちょい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 。だから、押すなと言ってるゼロ。いやじゃあ、死ぬ時は孫娘の膝枕でと、決めているんぜ。わしは50年、帝国に仕えてきた。こんな仕打ちはひどすぎる。
帝国など、滅んでしまえ。アンネ、すまぬ。もう返事はかけそうにない。いや。あ、赤都市ぜ。赤都市の化身ぜ。赤都市がわしの願いを、聞いてくださった。のか？おじいさまーん。おお、あんねー。なんで見慌て気なんぜ。膝枕、したい？したい。わしはあんねに膝枕をしてもらって、見とってもらうのが夢なんぜ。いいよ、おじいさま。来て。おお、おお、もちろんぜ。あれ？あんねは？って、お前は誰じゃあ。ただの通りすがりです。嘘をつくんじゃない。その件は何じゃ？これは、念のためですよ。そうか、世の中物騒じゃからな。なんて、言うと思うたか？いや、だから、死人のふりをした盗賊とか、普通に言うじゃないですか。死人だと思って近づいたら、喉元に剣を突き立てられて、身ぐるみ剥がされるやつか？やつです。そうか。それはすまなかった。いえいえ、それより、何があったんですか？ここで。実は、カクカクしかじか、というわけでな。ふむふむ。この状況を見る限り、信用するに足る話です。当たり前ゼロ。本当のことなんじゃからな。っていうか、何をメモっとる？私は作家志望でして、これで一冊書けるんじゃないかと。人の不幸で金を稼ぐつもりか。わしのことは、ハンサムな初老の男性と、書くのじゃぞ。はい、そうさせていただきます。うむ、ならば仕方ないな。とにかく、あれじゃ、スカイリムは寒すぎる。もっとマシな服を探さねば。私のはダメですよ。わしは盗賊ではないぞ。外は燃え尽きた死体と、瓦礫しかない、砦の中を探すしかないな。本当に行くんですか？中はきっと真っ暗ですよ。お化けが出ますよ。男はな、決めたことは必ずやるんじゃ。どんなに辛くて苦しくてもな。っていうか、落ち着け、若いの。だって。だってじゃない。わしだって怖いんじゃ。なんじゃ。思ったほど、暗くはないの。そりゃあ、入り口付近は、明るいに決まってます。だんだん暗くなってきおった。のお。天井が崩れたぞ。あまり長いはできなそうぜ。大丈夫ですか？うむ、わしはまだ死なんぞ。ほら、この砦に取り付いた亡霊が、怒っているんです。早く帰りましょうよ。ふ、な、何をバカな。あ、こっちに松明がありますよ。おお。でかした。ありがとう、反乱軍の若者よ。ここは、拷問部屋。わしはもう二度と帝国にはつかぬぞ。無実のわしを処刑しようとした。薄汚い帝国などにな。うひぃ、初めて見た。しっかりと本に書くんじゃぞ。帝国が裏で何をしているか、世に知らしめるのじゃ。そのためにも、よく見ておけ。はい。ロックピックじゃ。盗賊が使うあれですか？やっぱり盗賊なんじゃ。わしって、そんなに悪人ずらしてるか？あの服なら着れそうじゃな。でも、檻に鍵かかってますけど。まあ、見ておれ。まさか、さっきのロックピックで？この錠前はな、わしが作ったものなんじゃ。へ？これだけじゃないぞ。帝国軍が使っている錠前は、すべてわしが作ったものじゃ。欠陥品じゃないですか。なんじゃと。あんな簡単に開けられちゃうんじゃ。作った本人だからじゃな。ああもう、めんどくさいなお主は。つまり、あなたがあの有名な、ロックスミス氏でしたか。おう、なんじゃ、知っておったか。ほら吹きのじいさんだとわかっていれば。わしは一つも嘘は言っておらんぞ。じゃあ証拠見せてください。アーチ。そんなものはない。
わしを信じられないというなら、ここで別れようではないか。ここで？絶対、嫌です。うん、ごめん、わしも。これ以上は進めんな。服も食べ物も確保したし、いささかゴールドも手に入れた。やった。ほら、行き止まりですよ。出ましょう、今すぐ。で、これからどうするんじゃ？作家志望の若者よ。冷静に考えてみれば、このヘルゲン襲撃で生き残った、貴重な証人であるあなたを、みすみ捨て放すわけにはいきません。あなたが誰であれ、お供させていただきたい。ふん、ならば、両腕をもがれたとしても、決してわしの手を離さぬことじゃ。男は決めたことはやる。そうじゃ、やり遂げるか死ぬか。その気持ちでやらねば、何事もなせぬ。今の言葉、しっかり書かせていただきますよ。うむ、ハンサムな初老の男性も忘れるな。ノンフィクションですから。事実だけ書かせていただきます。はぁ、あ、はぁ、あ、はぁ、あ、そういや、挨拶がまだじゃったな。わしはロックスミス家の当主、おじいロックスミスじゃ。私はペーターチキンマン。こうして、作家志望の若者と旅路を歩むことになった。アンネ、本当にすまない。わしは帝国を捨てた。白ディールには戻らない。だから、こっちへ来る準備を、進めてくれないか。これからは、この地で、ストームクロークのために、わしの腕を振るう。アンネ、お願いだ。追い先短い老人の、最後から二番目のわがままを、どうか聞いてほしい。おじいから愛を込めて。なんですずでー。ロックスミス家の地位を捨て、野蛮人のはびこるスカイリムへ、行けと、それが最後から2番目のわがままだとしたら、最後のわがままって何ですか？